今外とんでもねえ服の女が歩いてたぞ。本当か、夜は見なかったぞ。そんな女すごかったぞ、ほぼ裸くらいの。お、来客か。あ、ちょっと待っとれ、あ、まだ食うなよ。出ねえでいいぞ、どうせ押し売りとかだろ。城で待ってろと言ったろ。すぐ帰るからお夕食を用意するよう言ったのは陛下です。よく、うん、相変わらずよく食う女よ。俺たちの飯がなくなっていくんですけど。食が進みましたわ。ところで、つまようじか何かございませんかと。なんなんだこの女は。騒がしくてすまんな。陛下をお慕いするただ一年を胸に、私ゼニア、北条からはるばる三日三晩かけて歩いてまいりました。魔の眷属であるというだけで言われのない差別を。いや、格好の問題なんじゃねえかな。さ、陛下、すぐにお城にお戻りください。そもそも今ここに留まっておるのは人間社会に直に触れるため、情報収集のための拠点であるのだ。そんなこと言って陛下、連れ帰ってくれても構わんぞ。何は、一人じゃ何にもできぬくせに。さあ勇者、覚悟なさい。メリケン作家、嘘だろ。まったくお電話で困ったものだ。やめておけ、そなたにかなう相手ではない。なりません。そなたもだゼニア、マックスが本気ならただでは済まんかったぞ。ほら、ちゃんと謝るのだ。ごめんなさい。風呂に入ったらどうだ。あ、本当ですか。あ、ぜひ。家主の許可を取らんかい。